2011年4月、私は仲間と共に初めて被災地へ向かった。感覚としてここに人がいたというのが想像ができないというか、街並みらしきものは残ってるんですけど、なんというか目の前に広がっているのは街ではないというか、来てみてわかる匂いとか温度感みたいなものはありますよね。来たくて来たくてしょうがなくなって、どう何ができるかわかんないんですけど、何かしたくてしょうがなくなる。行って働けるんだったら、人間が瞬間移動して手助けだけして帰るって言うんだったら、学生がやるしかないんだから、そんなの暇だね。自分の人生背負ってない行くしかないだろうって思ってましたけど、こういう、状況をがまだ続いてるし、復興支援っていうのは全然やっぱり簡単じゃなくて、本当に興味本位で来てるんだったら帰れってみんなそれは思うよ、はい。この空が一つ、やっぱりこう街を復興するにはこう若い力が絶対に必要だと思うんですよ。みんなも頑張ろうっていう手助けになるし、子どもたちも震災で傷ついた子たちも自分たちと同じぐらいの子どもたちが一緒になってこうやって頑張ってるのっていうのが分かったら、絶対それが希望になると思うんですね。自分なりに何か必ず方法はあると思うので、そこで思考停止、何もできないでしょ、どうせで終わってしまうのはちょっと焦燥すぎるかなとか思います。一緒にこう目線に立ってっていうか、そういうのが必要かなと思ったり僕はするんだけど、同じ目線に立っちゃダメじゃね。上から引っ張ってやんないと、下がってる人たちをこうガーって